都知五輪での渾身のフリーから10年2017年にプロ転向した浅田真央さんは座長としてアイスショーを率い全国に思いを届け続けている次なるショーのテーマは「永遠の愛」単独インタビューで33歳の胸に宿った「愛」を語った取材文野口美恵撮影バッシーヤフーニュースオリジナル特集編集部 3月中旬のある朝、浅田真央さん、33、は都内近郊のリンクで自身と向き合っていた。映像を見返しては、手や足の角度をチェックする。練習時間はいくらあっても足りません。まだ誰も見たことのない最高のショーをお届けするために、ノンストップで練習の真っ最中です。真央さんが座長を務めるアイスショー第3弾のタイトル、エヴァーラスティング33、には、 33歳になった今の思いが込められている。バラには本数によって色々な意味があることを伺い、私の歳の数である33本のバラの花言葉を調べたら、永遠に愛するという意味につながることがわかりました。永遠の愛ってすごく素敵なこと、私が今感じている大きな愛を表現したいと思い、タイトルをエバーラスティング33にしました。マオさんの胸に宿る 大きな愛とは何だろうか。私にとっての愛は、たくさんあります。恋人やパートナーだけでなく、家族の愛、仲間との愛、さらにスケート愛、いろいろなものに愛を感じています。その中でも、母との愛は、もう間違いなく、私にとって一番のもの。スケートに出会わせてくれたのも母、ここまで来られたのも、母の支えがあったから。それはもう、 一瞬も忘れることはないです現役時代、真央さんと姉、舞さんの傍らには常に母の雅子さんが寄り添っていた。姉と切磋琢磨し、成長してきたかけがえのない日々は、愛の原点である。その後も、多くの友達やコーチ、ファンに支えられ、33歳までの日々を歩んできた。5歳からスケートを始めて、どんなことがあってもスケートからは離れませんでした。 それだけスケートを好きだということ、この秋には自分のスケートリンク、マオリンクもできます。私の夢であったリンクができるからには、私は永遠にスケートに愛を捧げていくんだ、という覚悟です。これほどまでに湧き出るスケート愛の根源は、どこにあるのか。愛されているから、愛せるのではないかな、と思います。ファンの皆さんからは、手紙や賞を通じて、 多くの愛をもらってきました。私と一緒に頑張っている仲間たちも、私にたくさんの愛をくれます。だからこそ、私なりの形で皆さんに愛を返したい。一曲一曲に、この曲は、こういう愛というテーマがあるので、受け止めてほしい。皆さんの記憶に残るようなアイスショーにしたいというのが、今の思いです。ま央さんが受け止め、育んできた愛とは、それは、 ショーに向けて過ごす日々を振り返ると、鮮明に浮かび上がってくる。東京、立川の地に魔王リンク、が建設されるご縁もあって、立川ステージガーデンを見学し、ステージに上がらせていただきました。その瞬間にここなら誰も見たことがないものができると直感したのです。まずは予約して、わら、そこから、さあどうやって氷を張ろうか、というところからスタートしました。 バレエの劇場のように、参謀を囲む客席配置のアリーナ。どんな設営ならば、未知の体験を届けることができるのか。試行錯誤でした。リンクが小さすぎるとスピード感のあるスケーティングが見せられませんし、広すぎると客席が作れない。何度も図面とにらめっこしました。既存の前方ステージに加え、一階席の中央エリアに仮設のステージをせり出させるという。 前代未聞の形を考案。ステージ上にリンクを貼るため、一階席からはスケーターを見上げるような形だ。スケーターにとっても、高さのある舞台での演技は初となる。もしリンクからはみ出したら落下するリスクはあります。怖さですかそれはないです。むしろ、誰もやったことがないことの方がチャレンジしがいがありますし、絶対できるという自信が湧いてきます。 自分のやりたいものがあってそれを素晴らしいスタッフの皆さんが支えてくれる愛があるからですね。